はい、こんにちは、ネズミ Vlog 始めます。これ今 ZVE10 で撮ります。で、朝のドリキンの Vlog を見てる方はお分かりなんですけど、ドリキンは今日本に行ってまして、で私はお留守番で、サンフランシスコにいるんですけれども、これね、ドリキンいなくなると本当に堕落していく生活がどんどん進んでいくっていう恐怖があるので、せめて何ですかね、ちょっとリズムをあまり崩さないように、ドリキンとまあやっていたことを少し残しつつ、なんかいろいろ生活していきたいなということで、ずれてたということで、ちょっとまあまあ大体同じぐらいの時間に今これ外に出て、同じルートでなんならおにぎり一つ持って歩いています。でちょっと自分の食料調達もあるので、ヨーグルトとかいろいろなんかスーパー行って買いに行くがてらちょっと散歩ということで、これまだいなくなって2日3日目なんで、こんななんか生きてやってるんですけど、絶対これ最後の方とかなんかもう外出ないで何も食わずになんかいそうな感じなんですけど、なるべくちょっと外出て運動してという生活を送りたいなと思っている今日この頃です。で今日は本当はなんかリネアのコーヒー、コーヒーまで散歩行こうかなと思ったんですけど、ちょっとスーパーマーケットの方が行きたいので、そっち両方行くの多分ちょっと面倒いなというか時間かかるので、行けないことは ないんですけども、ちょっとスーパー行ってそのままおにぎり、いつものパブリックスペースで一人で食べて、怪しいもんですけど、まあそれで行きたいと思います。これどこまで回し続けるかが問題ですけど、今のところずっと一人で喋って歩き続けてるんですけど、この道割と一人で歩いててもそんなに大丈夫な感じなので、ところどころなんか人もいて、これちょっととりあえずなんかどの辺かでちょっと切りたいと思います。この辺でいいかな。じゃあちょっとまた後で。はい、ちょっと気が変わりまして、やっぱりリネアに行ってコーヒーを、買いに行こうと決めました。リネアのところにベンチがあるので、そこでコーヒー買って、でそこでおにぎり食べて、その足でなんだろう、スーパーマーケットに行くルートに変更にしました。ちょっとなんかパブリックスペースに行く意味ないなと思ってそのルートで変更しました。なのでちょっと2年はちょっと若干ここから遠回りになっちゃったんですけど、ここからリネアのカフェに行きたいと思います。ちょっと静かな人気がないとちょっとあれですけど、割と静かになったので、まだ途中なんですけど、ちょっとカメラ撮りたいと思います。ここ一応よいしょ、なった。 UCSF のプレッシャーが、 UCSF 目の前とか横で、あともうちょっとでリネアです。意外とリネア近いみたいなんてっていうか、うちコーヒーメーカー買ったので、コーヒーメーカーエスプレッソマシンだ、エスプレッソマシンを買ったので、ドリキンはなんかやっぱそれはもう作って外で飲むっていうことをしてて、でまあ私も持ってこうかなと思ったんですけど、なんかその目的が多分そうしちゃうとカフェに行かなくなる可能性があるので、カフェ、うん、なんか遠くに行かなくなる可能性があるので、ちょっと今日はリネアでわざわざコーヒー買っていきたいと思います。
もう今日こっちは月曜日なの で結構活気づいてきて、なんか以前のなんかあの何でしたっけ、コビットってあの出てこないコビットあのコロナがあった時はすごい閑散としてたんですけど、すごい活気に満ちてきて、なんか天気も良くて、こういう時はやっぱ外出た方がいいなって思いました。はい、リネア見えてきました。意外と近かった、よかった。なんかすごいここまで来るの憂鬱でしたけどね。なんかもう中で買えるようになったので、すごいなんかこう列をなしているものがないので、見えないので、なんかちょっとそれも感慨深いものがあります。よかった。リネア到着しました。まだ到着してないけど、着きました。早速ちょっと豆買いたいんですけどね、デカフの豆ちょっと見たいと思います。リネアデカフビーンズがあったので買いました。ちょっとあと飲み物はカプチーノ頼んだので、ちょっと待ちたいと思います。じゃじゃん、おにぎりとカプチーノで、ちょっとこの誰もいないベンチで一人で食べたいと思います。そしてこれ自分の足に置いてるんですけど、おにぎり食べた後のおやつ、つじりとチョコ。ちょっと食べ過ぎかな。まあ今日散歩と、あとこの後ジムやるっていうあの予定があるので、一応なんか食べちゃおうかなっていう感じです。じゃじゃーん、リニアの豆買いました。なんかデカフが欲しくて、あ、デカフって書いてあったなんかどこにデカフって書いてるのか分かんなくて、お兄さんとお姉さんにどれがデカフですかって聞いて、買いました。ここにちっちゃくデカフエディションって書いてましたね。まあなんかもう探すのめんどかったんで、聞くのが早いと思って聞いてよかったです。ちょっと家で飲むときはデカフで飲もうと思います。なんか大体飲みたいときって結構夜なんですよね。夜飲むとやっぱり普通の飲むと眠れなくなるってことが判明し、最初なんか気にしないでいいやと思ってたんですけど、デカフで飲んでるのと違うことは分かったので、ちょっと夜飲みたいときこれで飲みたいと思います。じゃじゃーん、リネアでコーヒー飲んでちょっと休んで、また歩き始めてスーパーマーケットに行こうと思います。スーパーマーケットなんですね、グロサリー、スーパーですね。でなんかここ以前ずっと工事してたんですけど、なんか立派な建物になって駐車場できたみたいですね。素晴らしい。ちょっと静かになったのでまたカメラ回してるんですけど、あっち側がいつも散歩で歩いている海沿いなんですけど、今日は反対側のこのなんつうんですかね、住宅街沿いを歩いてちょっと歩きたいと思う。ちょっと駐車場から車が引かれそうになったという話すことがない。これなんか撮りながらちょっとまた日本と違う、ちょっとこのドキドキ感、なんか気が抜けないというか、いろいろな意味で気が抜けない。ちょっとところどころでカットじゃなくてちょっと電源オフしながら歩かなきゃいけないという。でもここだとなんかちょっとやっと落ち着いた道になった。でちょっと帰りはあっち側から帰った方が全然いいですね。こっちだとまっすぐ行ってもうなんかそのまま
まっすぐそのまま行けるので便利だと思ってこっち側取ったんですけど、ちょっと帰りはいつものルートで歩きたいと思います。これ絶対長回しできないと思うのでところどころカットしてると思うんですけど、編集するのかな。なんか私編集しないスタイルで、日本の旅の時も編集しないスタイルで来てますし、ちょっとこのカメラ、冒頭でも言ったんですけど ZV-10 絶対すごいグワングワンしてると思うんですけど、持ってる時も全然意識しないで持ってるので、それにしてもやっぱこのカメラはやっぱり素晴らしいと思いますね。なんかドリキンが FX30 を買ってなんか比較動画とかしてて、画像は本当に綺麗だなと思うんですけど、まあでもわわなんかチカ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 するチカチカするよ。なんか私はいろんな意味でこっちの方が使い勝手が使いやすいというか、でももうちょっとやっぱりコンパクト、 GoPro とかもあるね、あるんですけど、なんかその反応とかこういろいろ考えると、音どのぐらい取れてるんですかね。またなんかいつもよりすごい、まあ、マイクつけた方がいいんですかね。という、あと何でしたっけ、もうちょっとコンパクトのやつとかもちょっと結構これ今もう撮ってるとかなりの人に見られてなんか、まあ、それは見ますよね。ちょっと様子おかしい人、まあでも日本よりかはそんなにみんな見ないですけど、なんかもうちょっと目立たないなんかカメラがいいなと思うんですけど、そのバランスが難しいですよね。というここは沖縄ビルレストラン HR、 2回行ったか、お友達2回目行ってそれっきりですね。という、あともうちょっとでスーパーに、ちょっとなんかいつもはデリバリーで頼んでるんですけど、一応なんかミニマムの値段があって40ドルとかなんですけど、ちょっとなんかそれに到達できなそうだし、なんかそれに向かってなんか無駄なもの買うのも嫌なのでなんか無駄なもの買うのも嫌なので、ちょっとお散歩がてらもうスーパー行こうと思って、買うものといえば、まあなんか自分用のヨーグルトと、あ、これ使えない、自分用のヨーグルトとかちょっとした果物みたいなものをちょこっと買うだけなので、それのためになんか40ドルはちょっと辛いなと思いまして、はい、わざわざスーパーに行きました。いつもなんかガスズってもう一つあるんですけど、あっちちょっと混んでて、なんかねちょっと行かなくなっちゃったんですよね。すごい並ぶし狭いし、なんかこう落ち着かないというか、なのでこっちのもう一つのメイントレーっていうんですかね、いつも行ってるところは本当誰もいなくて、ゆったりと買い物できるので、もう本当こっちになっちゃいましたっていう、たまにちょこっと買うものはね。でなんかその先に肉屋があるので、そのなんかお肉屋さん行くついでとか、まああと散歩で、すごいルートの自分のなんかこう歩くルートの途中の通過点にあるので便利だなっていう感じですかね。あ、これでもどうしよう、このまま長回しで喋れるか、喋れないぞ、おいみたいな、どうしようかな。そう、なんかドリキンが昨日、一昨日、土曜日から日本に帰ってるので、てかもう結構あっという間で、私今日なんか日曜日だと勝手に思ってて、だから一日なんか無の状態があったってことですよね。怖い、今日なんか月曜日だと思って、ああと思って、なんかそっから一応なんか掃除を少しずつ始め、当たり前の普通の日常の掃除も、掃除も滞ってたので、
ちょっといろいろなんかお風呂掃除とかなんかいろいろして、まだなんか断捨離まで全然到達できなそうですね。なんかもう洋服とかもすごくて、またやんなきゃっていうのと、あとまあ下のストレージ倉庫みたいなところも本当に自分のもの全部処分するとかいろいろやんなきゃいけないことあるんですけど、ちょっといっぺんにやると、いっぺんにやろうと思うと本当に気が滅入るので、計画立てて今日はここ今日はここってやるとちょっと達成感が生まれいいんじゃないかなということで、今日はその普通に水回りとかなんかそういうお風呂とかなんかそういうところ掃除みたいな感じで達成みたいな感じでできたので、明日はどこやるとちょっと決めてやりたいと思います。あ、もうちょっとでスーパーだ。やった。なんかで、そうですね、なんかいろいろなんか計画立てて本当いろいろやった方が、日々せっかく貴重な自由タイムがいっぱいあるので、なかなかその時間をね、なかなかないので、ちょっと有効に使えればなって思っています。で、メイントリー着きましたというか来ましたね。よかった。これ使えるのかな。ちょっとところどころカットしてると思うんですけど、よかったら見てください。帰り取るか分かんないので、ここで一回バイなら買い戻します。はい、続いてますバイナラしてまた続いてます。買い物を終えて今家に帰ろうと思うんですけど、こういつものオフィスのパブリックスペース、いつもドリキンでご飯おにぎり食べてるここが建物なんですけど、まあ、そこを通過していつもの海ビーチ人工ビーチのところを抜けて帰ろうかなと思うので、最後ちょっとね、買い物ヨーグルトだけじゃなくて、なんか本当にダメですね。買い物行くとどうしても余計なものを買うという、結局余計なものを買ってるっていう。まあでも何でしたっけ、ヨーグルトと、あとなんかちょっと自分にカスタマイズされてるちょっと日本食弁当、武蔵弁当みたいなやつがあって、今日なんかご飯炊いたんで、余分に炊いたんですけど、なんかすごい弁当がすごい最適化され、なんかちゃんとこう、おかずが4種類ぐらいあって、とか、なんかナス浸しと、あときんぴらと、あと何でしたっけ。ここがいつものとこですね。今日行かずに、そのまま帰ります。そう、弁当なんですけど、なんかナスの炒め物と、ナス浸しって言ったよね、今。ナス浸しみたいなやつと、きんぴらと、あと、みかん切られたものと、あと、ご飯の上に豆腐が、焼かれた豆腐が置いてあって、で、というなんかすごいバランスのいいものが、もう一品なんかあったかな。なのでちょっと今日の夜ご飯それをちょっと食べてみようかなと思って、値段が14ドルぐらいしたのかな、若干高めですけど、まあ、ちょっと試しに今日だから夜炊いた1合分のご飯は冷凍して明日食べようかなっていう感じです。で、そう、あとお弁当と、なんか何でしたっけ、あれ、なんかナッツ、なんか健康意識してナッツ食べちゃおうかな的な感じで、マカダミアナッツと、あとなんかかぼちゃの種みたいなやつを買ったんですけど、量が半端なく多くて、あれどう、絶対食べきれないし、なんかあれなんですけど、でもそれしか売ってないんで、マカダミアナッツとかめっちゃ高かったんですけど、なんかこういっぱい入ってるやつで20ドルですよ。20ドル。20ドル。すげえ、ずっとなんかそこの目の前で悩み、
でもなんかナッツの中でマカダミアナッツが一番好きだからなとか思いつつ、なんかもう家買っちゃえって買っちゃったんですけど、それとまあかぼちゃの種もなんか栄養あるって聞いたんでそれを買いましたとか、あとトウモロコシとか、本当になんか自分食べるのかなこんなにと思って、いつもなんか買って食べない、なんか食べないことが多くて、なんかその割になんかお菓子、たまに究極にお腹空いたらお菓子食べちゃうっていう負のスパイラルに入らないように、なるべくなんか空腹になる前に食べるっていう習慣をしようと思いつつ、昨日とかでもお菓子食べちゃったんですけど、なんかあの母親がちょっと前にカルディの詰め合わせを送ってくれて、で一緒に以前カルディ行った時にこれとこれとこれと送ってって言ったものがあまり入ってなくて、おかずをお願いしたんだけど、なんかなぜかお菓子すごい大量に入ってて、でもすっごい美味しいんですよね。なんか味噌せんべいとかめっちゃ美味しくて、なんかもう一気に食べちゃってやば、もう何これと思って、めっちゃうまいと思って、ぜひちょっとカルディ味噌せんべいって名前かな、なんか味噌がこうたっぷり甘じょっぱくてめっちゃとろっとしてて、ちょっと濡れたせんべいよりもちょっとカリッとしてて、あのなんかテクスチャーが絶妙なんですよね。なのでそれ一気食いしてしまい、なんかそれさすがにやばいと思って、その後ジム行ってなんか帳消ししようと思って全然足りないだろうなと思いつつ、なので今日もこれ帰ってちょっとなんか休んで、なんかいろいろやった後にまたジム行こうかなと思ってますっていう今日のスケジュール。これなんか Vlog もちゃんと毎日やったらすごいいい感じになるんじゃないかなって思うんですけど、ちょっと難しいですね Vlog は。はい、ではちょっと片手カメラ大量荷物が結構厳しくなってきたので、であのちゃんと画面見れてない状態なので、多分ちょっとこれ後で編集の時にチェックしてみて使えそうならアップしたいと思います。ということでこれで終わりにしたいと思います。まだ歩き途中ですけど、ちょっとここでお別れです。では、また、バイナラー。